はい、皆さん、ドラスビで、ですね、今回も会場の建築です。ですね、背面側ですね。見えすぎ。これのおかげで重いんじゃない、これのせいで重いんじゃないの。はいはい、ここまでできた感じですね。あれは修復でやりました。というわけで、あれです、横の方を作っていこうと思います。はい、まずこのバットレスの柱ですね、中灯付きのやつ。あ、はいはい、バットレス、ここはこれですね、なんかいろいろともう建材が少ないですね。なので作ります。いつもだいたい用意したんだけどね、ちょっと今回は惜しかったんだよね。マイクラが重いって感じ。違いますって言います。君が重いんです。なるほど。というわけで次の段はここまでです。8、92です。おまけ、これ今のうちからやっとくとだいぶ楽ですよね。中等、こっちも下がらないといけませんね。はい、この辺から。あ、OK じゃないです。ここ、模様入りのやつにしたいところですよね。OK かな。次、そこ。ここはこれですね。スポイ取れない。スポイ取れた。スポイ取れたので、上に上がって。17個しかなくなっちゃいました。17個しかない。やばい。はい。なんかありますね、ここに。どうしようかな。90。こんにちは。どうしよう。こいつをこうして、こうして、無理やり解決です。じゃあ反対側も同じようにしたいとこなんだけど、どうやって向こう側に行こうかな。こう行く？さすがに上がれないのでね。なんか思うてない動き。ここっすかね。ちょうどなくなっちゃったので、ちょっと引き返すしかないかな、これはね。もう、あれ、一応おかしい。確か丸い製造して、あれしたんだけどね、重くはないかな。丸い製造したときにね、確か、丸石ができたような。重いね、どう考えても。10個しかない。重いのは何だろうね。フレンドと60なのに。とりあえず、丸石製造機とか見に行きましょうかね。はいはい。丸石製造機はね、ちょっと前の動画で紹介した、ピッキリ自動補給式のやつです。一応オリジナルの。それが意外とね、あの後、改良したら役に立てて、これね。停止してる最中はトロッコも止まってて、トロッコも消えないし、あとピッケルたちもテストに入ってるので、はいはい、もう残り少ないのでね、ディスペンサーに入ってきますけど、絶対消えないというわけです。やばいこれ。残ってたかな、少し。一スタック、誰かが残していってくれたっぽい。ありがたいね。ふるさとっていいね。
とりあえずですね。こちらですね。せっかく落ちたので、上がりましょう。オッケー。じゃあね、ここです。あ、そう。ないんだね。ほぼほぼその、なんか、かまどとか以外、まあ、石やこう、この、ね、あ、この、上に使うのでね。基準に。だけど、ちょっと、無駄だったね、今。できる。オッケー。じゃあ次こっち。ケージちゃん。こっちよ。あ、またしてもレアチャーとかだね。ケージに。ここはね、こうして。適当にこうやってね。柱が一応できたのでね、壁を見ていきたいですけど、どういうデザインにしようかね、ほんと悩みますね。悩むね。これ今回また特に悩ませるような感じのデザインなんでね、割と単純でいいと思いますけど、私はね。なるほど、単純だけど、単純だけどいい感じのルネサンス様式的な感じかな。なんだっけ、月光パルサで動作してます、このサトウキビ工場は。はい、1,2,3と3レーンある感じだね。1レーンに2個あって、それが読んだんですね。そんな仕組み。あとは適当にレッドストーン回路を引いてて、遅延 の, リピーターはね、電気届かないのでね、電力届かないのでつけてるだけで、あんま意味ないのでね、まあ、適当に配線すればなんとかなって感じかな、これは。とりあえず、ちなみにここレッドストーン、なんだっけ、繋がらないように1マス開けてあるんだよね。変な、仕組み紹介してもちょっとないで、急いでこれを作ってちょうだい、あなた。はっ。こうね、あ、上がれない、上がれないので、これこうしてこうします。あー、落ちちゃったね。あー、こうしないでね。あら、それでもよ、こうしないと統一ってやつね。というわけで統一して、後ろの上はこれで、この上だけこれになりました。しかしこの空間何で埋めるかが問題です、非常にね。今回それはこれでしょ。ただね、あんま中も見えないし、一応窓っぽくなるし最適ですね、これは。見た目は微妙かもしれませんが、ちょっと手抜きでいきたいですね、最後は。手抜きすぎるよ、いくらなんでも。そこ、いくらなんでも模様ありだろ。嘘、模様ありじゃなかった。こうする感じかな。あんま見えなそうだけどね、ここ絶対見えないよ。もちろん脇潰しも大変そうだからね、今のうちにやっとこう。絶対忘れられるね。
な感じになってます。まずこれですね。まずこれ、やっぱり大量にいるので、これこのこの右上のクラフトってところなんですね。ここがなんか 3×3 になるモッドもあるらしいです。ちなみにモッドに関してはあんま知識ないからね。今工業化もっと頑張ってると思うんだけどね、まだ実況できるレベルじゃないので、まずあそこ、はいはい、ハーフブロックが死んでいるんで、こっちの方を作っちゃおう。上から見るとこんな感じですね。たまにああいう風に拾い残しちゃったサトウキビがああやってプー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 ダンシングしてんだけどね。こんな感じですね、多分。で、この上ね、この上がこういう普通のやつ。ここはちょっとだけ模様があって、で、その間窓っぽく埋めて、ここはね脇筋して、なんとなく今違ったような気がしたけど、他とまあいい、ちょっとぐらい違っても。でね、こっち側は同じようにしてんだね。こうして埋めて埋めて埋めて、こうしてこうして、でこの間はこういうので埋めます。で次こっち、こっちももうすでになってんだよね。ここはね、偏りがあるんですよね。なので見ていきましょう。マットレス寄りでした。マットレス優先ですね。こういう感じでした。で次こうしてこうします。 OK、 これで一応全部つながりましたね。上閉じるやつです。閉じる役、閉じる役はですね、石レンガです。おお、なんかかくついてる、かくてる。とりあえずこんな感じですね。おまけちゃんで、階段の、トレーサリーじゃないです、でもトレーサリーってちょっと違いますよね、完全に。窓の中にある飾りですからね。こういう風にね、下の階みたいにやってって、下から見てみて、やっぱ足りなかったらね、いろいろ加えていきましょう。ここはいらないんだね、これ。いらないからさ、取る必要もないんだよ。というわけで、こうやってつけていきます。ここもかな、完全に埋まっちゃいましたけど。でですね、足場を下がる、確かこっちで戻ったよね。どうだ、まあいいんじゃない、このぐらいでも。そんなに裏側こだわらなくていいんじゃないかな。裏立ち、あくまで裏だからね。いいんじゃない、まあやっぱルネサンスっぽくなったんじゃないかな、十分。あそこ入れ忘れちゃいましたね、窓。ああ、足場さすがにそれはダメ。届きましたね。よしよし、これで良くなったかな。はい、多分良くなりました。おお。これで一応4段できて終わったのかな。ちょっと入んない。
とりあえず次回は屋根埋めて、屋根の上の飾りとかつけたいと思うんだけど、やっぱりそのちゃんとサトウキビがね正常に育つかどうかが心配ですね。やっぱ一番はい、それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ダスビダニャ。